ショーン・アンドリュー・ケリーは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、フリーエージェント、愛称は、バックパック。A 級ウィスコンシン時代2007年の MLB ドラフト13巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。2008年には、マイナーリーグで49試合に登板し、62.1回、防御率1.88と、 安定した数字を残し、15セーブを挙げた。2009年4月10日、オークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。マリナーズ1点リードの7回裏にマウンドに上がり、1イニングを無失点に抑えた。以後4年間リリーフとしてメジャーに定着した。ニューヨークヤンキース時代2013年2月13日に、エーブラハム・ワルモンテとのトレードで、ニューヨークヤンキースへ移籍した。 2014年1月17日にヤンキースと176万5000ドルの1年契約に合意した。開幕後は16試合に登板していたが5月13日にハイブ公直で15日間の故障者リスト入りした。6月11日にメジャーへ復帰した。最終的にキャリア最多の59試合に登板した。2014年12月29日にジョニー・バーベートとのトレードで サンディエゴパドレスへ移籍した。2015年1月16日に球団と年俸調停を回避し1年契約283万5000ドルで契約を結んだ。この年は53試合に登板した。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2015年12月11日にワシントンナショナルズと3連戦5 0 0万ドルで契約した。2016年は キャリアハイの67試合にリリーフ登板し、防御率2.643勝2敗を記録したほか、時折クローザーの役割も務めて7セーブを挙げる、高騰を見せた。また、58.0イニングで11支球、80奪三振と、制球力が大きく向上した一方で、奪三振能力も大幅な高まりを見せて、さらなる成長を示した。二千十七年は、年間を通じて、 不調で33試合登板にとどまり、3勝2敗、4セーブ、防御率7.27、ホイップ1.54と散々な成績に終わった。2018年7月31日のニューヨークメッツ戦、25から1と大量リードしていた9回裏に、登板すると3点を失って地面にグラブを投げつけるなど怒りを爆発させる姿を晒し、これが、 首脳陣人に対しての不敬行為とみなされた。そして翌日の8月1日にディーフとなった。2018年8月5日にインターナショナルボーナスプールとのトレードでアスレチックスへ移籍した。同年は2チーム合計で54試合に投げ、防御率2.94ホイップ0.90と安定感を取り戻したシーズンとなった。 2019年1月29日にテキサスレンジャーズと1年250万ドルで契約を結んだ。オフの10月31日に FA となった。最速96.8マイルパワー、平均92マイルパワーのフォーシームと平均83マイルパワーのスライバーを使用する。ありがとうございます。